はい、どうもこんにちは。先日この一つ目の大きなサークルを作ったんですけど、さらに二つのサークルを追加しました。こんな感じです。全体では、丸が三つです。大体ね、ミッキーに似た密接した三つの丸、この三つの密、三つの密で。このコロナの難局を乗り切りたいと思います。そういうわけでね、これ実はタイムラプス画像を撮ってたはずなんですけど、撮ってたはずっていうか撮れてませんでした。撮ってたつもりだったんですけど、作り方の説明は、1個目の説明はタイムラプスできたんですけど、2個目3個目タイムラプス画像撮れませんでした。で、まあこれその後ね、説明しますけど、まずこれ、こういう感じ。中心にこっちはボビーシーを使ってます。こっちは、ホームセンターで買ってきた丸い、なんだろう、陶器のビスケット型のなんかですね。こういうのを使ってます。それで、作り方は前と大体同じ。中心から、前は中心から、縄跳びの縄を使ってコンパス状にして丸を描いて外側から作っていったわけですけど、今回も外側から作ったのは同じですけど、縄を使わないで、水糸と通媒材を使いました。それでコンパス状にしました。コンパス状に使いました。で、今、それはちょっと今から説明したいと思います。サークルを作る道具を作りました。これね、通媒材に、ガムテープっていうか養生テープで、水平器をくっつけました。それだけです。あ、それだけじゃないか。ドリルでこのドライバーが刺さる穴を開けました。で、この穴ね、ここがサークルの中心になるわけです。で、まずサークルの中心、外側から作っていくわけですけど、サークルの中心、まあ、石を置きますけど、その石を置く位置の中心に、杭を打ちます。これ杭とします。杭をトントントンと打ちます。それで、最終的なレベルで、杭を切ります。で、杭を切ったらここに、杭の中心にドリルで穴を開けます。それで、あれを何にドライバーを刺すと。それでね、これ長さを調節してこのぴったりはまるんですけど、ぴったりはまった方がいいですよね。このガタがある分誤差になるんで、できればこのピタッと決まるように。それで、この軸を中心に動かす、これがコンパスになります。コンパスになります。で、サークルは外側から作っていくわけなんですけど、一番外側は、ピンコロ石ですね。ピンコロ石、ピンコロ石がこういう感じで、設置していくと。で、同時に水平も、確認していくと、ね、この泡が真ん中になれば水平と。まあそんな神経質になる必要ないですけどね。この水平を確認していくと。それでこう次々とこういう感じで、ピンコロ石を並べて、まずピンコロ石の、外側の外周の丸ができたとします。できました。そしたら次にこのレンガ、今本当はこういう方向で入れた方がいいかもしれないですけどね。まあ、ちょっとこの高さの都合もあって今回こう説明しますけど、これでも悪くないですよ。これで入れても悪くないけど、結構材料の数はいりますけど、これも悪くないと思います。それで、こう入れます。それで
このガムテープ、ガムテープは実はあのこの水平器を押さえると同時にこのレンガの位置を確認する位置、テープでもあるんです。このテープの縁に合わせると、でこういう感じかな。まあテープじゃなくてなんかマジックテープ、マジックテープじゃない、マジ、ペンとかで印つけてもいいんですけどね。でもこういう感じ、これでここのテープの縁にレンガの縁が合うようにして、次々とこの回転しながらレンガを設置していくと、そうすると正確に出る。あと注意することはこの放射状に入れるっていうことですね。こういうふうに斜めにならないと、ちゃんと放射状に入れると。これであとはこのテープの位置に従って並べていけば正確な丸ができると。でさらにこの内側にはこの内側にこれなんていうのかな、タイルっていうのかな、まあどうだまあこうだ、まあこのテープの位置、まあ目地が1センチとしたらこのぐらいかな、このぐらいに合わせると、こういう形でこの、タイルが、円を作ると。それで、この場合でしたら、今回の場合はこの3つですね、3つ、3種類の材料の円ができて、中それで最後に飛び石なりなんなり、中心に大きな石が入るスペースができて完成というわけです。でこういうこと早いです。で、レベル測ると同時に方向も決まっちゃうんですごく早いです。で正確です、伸びたりしないんでね、正確に仕事ができるというわけです。はい。